上田日銀総裁の記者会見が終わったばっかりなんですけれども、まあ、皆様ご存知のように日銀は本日ですねの決定会合で金融緩和の、まあ、今まで続けてきたこの金融緩和の状況を変更なしということで、まあ、決めました。で、まあ、変更がないわけなんですが、まあ変更がひょっとしたらあるかもしれないという、まあ投機筋何年かがですね、まあ例えば為替はドル売り円買いを進めていたりとか、まあ日経平均の先物を売り持ちしていたりとか、言ったことが多分あったんでしょうね。まあその巻き戻しが、まあそれこそ今日の11時49分午前中のですね、に、まあ、画面で伝わるとですね、一気に日経平均株価がですね、まあ、まあ先物が、まあ、価格が上昇し、為替ドル円はですね、ドル高円安になっていったと、まあ、いった形になったのはもう皆様ご存知の通りです。とりあえずこの姿はですね、まあ、まあアンワインドといいますか、今までのポジションを解消して、まあ、反対のポジションを取るのか、あるいは決済しに行ったのか、まあ、それが割と継続して続きまして、まあ、一旦5倍寄りに天井を取って、で少し緩んだ後も結局は日経平均株価は、まあ、大引きに向かってずっとですね、まあ、上昇するということになりました。為替の方はですね、まあ、思ったほど 円安ドル高にはどうやらならなかったのかなと。今4時40分現在で143円の80銭ぐらいですから、まあ確かに少し円安にはなっていますけれどもですね、それほど大きな円安になっているというわけではない。ただし、まあ、日経平均の先物はですね、まあ、しっかりとした動きで、今現在も日経平均先物ラージは 33,340円ということで、今日の引けから見てもさらにですね、まあ、上昇しているということになっていて、まあ、このところ大引けでは日経平均株価なかなか 33,000円を超えられないという状況だった中で、明日以降の株価上昇に対してですね、まあ弾みのつく形に今日はなったようにも思います。ただしですね、マーケットの見方としては、一応上田日銀はですね、今日はやらなかったけれども、まあ、来月の会合でですね、金融緩和のこの筋、今までの方針を改めて、まあ、マイナス金利の解除が行われるんではないかというふうに、まあ、予測している人が非常に多いわけですね。まあ、したがって今日の会見がで、まあ、どんな話が出てくるのか、まあ、みんなか皆さん固唾を飲んで、まあ、見ておられたと思うんですね。で、まあ、質問の中で、まあ、注目された中で、まあ、前回国会でですね、年末から年始にかけてチャレンジングになるという、まあ、発言がありましたけれども、これの真意はどういうことだったんですかという質問に対してはですね、本人はチャレンジングという言葉を使わずにですね、そのような発言は、日銀のその金融政策というよりも、まあ、上田総裁自身が来年になると2年目になるので、来年4月で2年目ですよね、2年目になるので、どうですかということを聞かれて、意欲的にやるんだという意味で、まあ、使った言葉だと。でその質問された方とのやり取りの中で、金融政策についてはやはり粘り強くですね、金融緩和を続けて安定的な物価上昇と賃金の好循環が生まれるまで粘り強い金融緩和を続けるという私は言いましたと、まあ、このように発言したわけですね。したがって、まあ、チャレンジング発言っていうのは切り取り発言だよっていう、そんなことは分かってたんじゃないんですかみたいなんですね、まあ、そんな風にちょっと、まあ、茶目っ気のある目をしながらですね、まあ、答えておられたのが非常に印象に残りましたね。それから、まあ、何をもってどのデータを重視して、この金融緩和の今までやってきたものを改めるきっかけとするのか、どこを重視するんだという質問をいろんな人たちが、まあ、したわけですが、まあ、
あらゆるデータであると全部であるという、まあ、ような答え方をやっぱりしていて、ちょっとやっぱりあの今日聞いた感じはですね、まあ、金融緩和を改めて、まあ、いわゆる、まあ、正常化に向けた第一歩をやるという決断について、まあ、前から言っていたようにですね、早く決断しすぎて、失敗するよりも少々決断が遅くて、まあ、失敗する方が傷は浅いんだっていう話ですね。そういうことを、まあ、考えてらっしゃるのか、もしくはですね、いよいよ近づいてきたからこそですね、まあ、慎重になってらっしゃるのか、まあ、この辺はちょっと今日の言い回しだけでは、やや測りかねた感じです。まあ、でも表面面聞いてるだけだと、今まで以上にやっぱり神経使って慎重に言質を取られないように、まあ、来月やるんだみたいな風には取られない方向で話をされたのかなという感じが、まあ、印象としては強いですね。したがって、まあ、今先物がですね、非常に強含んできていて、今、大阪のラージも 33,380 円というような形になっていますし、為替の方も143円96銭というところまで来ているのは、まあ、遠のいたとは思わないけど、やっぱり1月ではないんじゃないかっていうような風に、マーケットが思い始めたのかなと。まあ、今朝方まではですね、今日はなくても、1月だっていう人は実は、非常に多くてですね、賃金の上昇なんかが、まあ、大体明らかになる4月会合だっていうのが一番多いと言われていた中で、むしろ1月じゃないのっていう方の方がむしろ多かったと思いますね。まあ、今為替また144円台入ってきてますが、今日の会見聞いた印象で言うと、少しこう1月にあるというのはちょっと先走ったかなというふうにマーケットは上田さんの話ぶりで、まあ、感じたかもしれない。まあ、そんな印象を私は持ちました。ただ、しかしながらですね、そうは言いましても、遅かれ早かれ、正常化へ向けてですね、動き出さざるを得ないわけですね。今日、まあ、上田総裁の発言の中で、またこうも上田総裁はおっしゃってましたね。いわゆる、まあ、賃金と物価の好循環がもう明らかになって、それに特に、ね、実質賃金がずっとマイナスが続いているので、この実質賃金がマイナス続いている間は、これがだん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 こうプラスに近づいてきたとしても、マイナスが続いている間はマイナス金利の解除なんてのはもうないと考えていいんでしょうかみたいな質問がありましたが、これについてはちょっと意外な答えで、まあ、実質賃金のマイナスが続いていたとしても、賃金上昇がかなり、まあ、角度が高くなってきて明らかになってくれば、絶対に解除できないということではないかもしれないような言い方ですね。まあ、ですから特徴的、今日の、まあ、質疑の中で、まあ、チャレンジング発言のところはそういう形で、まあ、ちゃんと交わしましたし、何を重視しているのかということについては全てを重視しているということで、なかなかこう言質を取られないようにしましたし、割とこう慎重な発言が多かったけども、その前の実質賃金がマイナスのうちはもう絶対やらないのか、正常化には踏み切られないのかという質問に対しては、そういうわけでもないというような発言もあったのでですね、まあどちらかというとマーケットは少し1月あるということよりも、もうちょっと先になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、マーケットは捉えたからこそ、円安がまた144円台になったり、日経平均株価が上がってきたりしているわけですけれど、まあ、その先ほど言いました、最後に言ったですね、ところですね、まあ、実質賃金がマイナスのうちでも確実だと思われればやらないわけじゃないという発言もあったってことで、まあ、ですから本当に、1月やるとも、もうちょっと先になるとも、まあ、はっきりとはみんながわからないように
総裁は発言したと。で、まあ、実際、利上げの予告をすることはあるのかっていう質問に対してはですね、まあ、その可能性はあんまりないと思うと言い方をしたので、まあ、そういう意味でそのもし1月に利上げといいますかそのマイナス金利の解除があると言ってもですね、だからといって今の会合でヒントを与えてるわけじゃないよっていうふうに言ってるのかもしれないしですね、いずれにしてもまあ今日はいつも慎重だとは言いながらいくつかのヒントを出していく植田総裁の会見の中でもう今日は割と慎重さが際立ったのかなという気がいたしました。とはいえいくつかのヒントが今言ったようにあったことはあったわけですね。さてそこで、まあ、私は昨日の動画でですね、今日の、まあ、マイナス金利の解除がないとかあるいはアメリカの金利が下がっているとかいう中で、まあ、金融株銀行株が、まあ、下落をしていることについて、昨日の動画でですね、まあ、そんなに心配することはないんじゃないかっていう動画を上げています。そして実際今日はですねどうなったかっていうと、まあ、現実にはですねまだその金融の、まあ、いわゆる金融政策の変更がなかったということで全体は日経平均が上がっていったけれどもですね、銀行株はそれに対しては、まあ、当たり前といえば当たり前ですがついていかなかったということですね。じゃあこれで金融株が、まあ、本当にポシャってしまうのかということなんですけれど、やっぱりそれは違うのかなと、まあ、改めて今日考えた次第です。というのはですね、まあ、もちろんリスクとしてですね、日本経済がまたですね、泥沼に陥ってしまうと、つまりその成長がまとまらなくなってですね、あるいは個人消費が伸びなくて、厳しい局面になっていくっていう可能性が全くない、ゼロであるとは、そこまではもちろん申し上げませんが、まあ、しかしながら日銀は足元でですね、短観を今発表したばっかりで、この短観は中小企業に、を含めてもですね、非常に景気が戻ってきているっていうことと、あと設備投資もしっかりしてるっていうことがその前のデータで明らかになっていますし、まあ、企業業績も非常に好調であるということも明らかになっているわけですね。ですからまあ金融株がですね、いよいよその出番が出てくるということについては、その時期はそんなに遠くないということはもう、まあ、間違いないことなんだろうと、まあ、いうふうに思いますね。そういうことからしてですね、金融株、銀行株、いよいよですね、底値が近くなってきたんじゃないのかなと思います。まあ、もちろん来年3月ぐらいまでですね、この、まあ、もやもやした環境がもうちょっと続く可能性はもちろんあるんですが、まあ、遅かれ早かれ金融の正常化の方に向かってるってことは多分間違いないんだと思うんですね。もちろんその経済が腰折れしていく、個人消費が伸びない、まあ、そういったリスクがある、まあ、ないとは言いません。しかしながらどっちが可能性として高いかっていうとですね、やっぱりそっちの金融が正常化できるような形で日本経済がまあ、上向いていくという可能性の方が高い、まあ、そうだとするならばですね、この正常化の議論、いわゆる短期金利といいますかマイナス金利を解除していくっていうのも今月はなかったにせよ来月以降どっかでですね起こりうる、近々起こりうること、でそれが起こったらじゃあ期待で買って事実で売られるから金融株はダメなんじゃないかっていう議論がやっぱりあると思います。しかしながら金融株はその金利の話だけの話ではなくて、その後の日本経済のまあ回復におけるですね、いわゆる銀行の出番と私いつも言ってますが、いわゆるまあ貸し出しが増える、まあ企業の資金需要がまあ増えると、まあこういうことですね。やっぱり日本はですね、少子化がまあ、加速しているし、人手不足はですね、まあ、世界の中でも非常に厳しい状況に今後もなっていくので、おそらく中小企業も含めて、
日本の産業はですね、徹底的に人を介さずにできる商売に対して設備投資をどんどんやっていかなきゃいけない。そのためにそこにどん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 ですね、設備投資をしていかなきゃいけないっていうことになると思います。ですからそういった産業が潤ってくるし、そういう産業に向けた銀行の貸し出しがどんどん伸びていくと、こういうシナリオが十分考えられるのではないかと思いました。今日の総裁の会見は予想されたこととはいえ、なかなか我々に現地をつかませないと言いますか、捕まえさせないと言いますか、慎重な発言ではありましたが、実質賃金がマイナスのうちは絶対に正常化がないというわけではないと発言したこの植田総裁のその真意はですね、やっぱりそんなに遠くない時期に正常化に踏み切ろうとしておられる、そういうものの意思表示だったかもしれないなと、私はそんなふうに捉えました。 KIS というですね、オンラインによる投資のサロンのメンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですねマーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう思っていますが、気に入っていただいたらですね、 KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。